たちはこの動画で皆様に謝らなければならないことがあります。私たちは重大なミスを犯してしまいました。それではシナさんから順番にいいですか？はい、お願いします。皆さんすいません。私のこのセクシーすぎるボイスでまた18禁の動画を生み出してしまいました。大変すみません。はい、こちらどういうことかと言いますと、椎名の声が YouTube の AI の審査でなぜか不適切な声とされているわけですよ。はい、なので広告がつかないという、しかもそれ1本目じゃないんだよね。はい、もう最近またね2本3本と続いてるわけです。セクシーすぎる、いやーだね、セクシーすぎるがね、多分この動画ももしかしたら18禁かもしれないです、はい、それについてはどう思いますか？え、これでバンになった なんかな。いやーマジちょっと物申したい。グーグルね、ちょっとやんって、もう嫌い、やんはい、お返しします。はいはい、では私から謝罪させていただきます。私は先日 KNU のクリスマス単独イベントにて終始ドレスからヌーブラが出ており、自分が歌っていないところをずっとひたすら上げているという重大なミスを犯しました。大変申し訳ございませんでした。おお、これ来た来た来た、これやばい、記者会見ってこういう気持ちなんだね。テロもちゃんと入れてくださいね。フラッシュにご注意ください。放量が。はい。それはね、理由がありまして、すいません。ありがとうございます。とりあえず、父が、まあ、KNU なんで、谷間出てるわけなんですよ。なんですけど、ちょっと私の父が収まり、大きすぎるな、ゆえに。ゆえに、ドレスが下がってきてしまい、もう耐えられず、動画を見たら、もうすごいボヨンボヨンして大変なことになっておりました。大変申し訳ございませんでした。ぽよんぽよん。あげてる。暴れ父。では、お願いします。私も申し訳ございませんでした。私も私は申し訳ございませんでした。はい。どうしたんでしょうか。EXMAX の企画でセクシーバトルロワイヤルというものがあったんですけれども、はい、雑誌連載の企画でマシュマロ配信の時にボイスをたくさんの方がリクエストでお申し込みいただいたにもかかわらず、ボイスを納品できずボイスキャンセルのお知らせというのが皆様に届いてしまったので大変申し訳ございません。ガチのやつやん、この人。ちゃんと謝罪しなさいよ、それは。ちゃんと頭下げて。楽しみにしていただいて。ボイスを楽しみにしてくださった皆さん、ボイスを納品しようとしたところに、自動キャンセルのメール。そんなことあるんだ。大変申し訳ございません。期限切れってこと？そんな聞いたことない。期限があった。ちなみにどんぐらい放置してたんですか？1ヶ月です。やってるな。やばいな、これ。それやってんな。これはガチで皆様に謝らなきゃいけないことでしたね。はい、もうちょっとボイスがちょっと人気殺到しまして、まあ、それ素敵なことですよ。ボイスの内容のハードルが上がりまして、ちょっとセクシーなみたいなセクシーボイスをマスターできてなかったので、ちょっとうまくできるか自信がなくて、セクシーな先生に教わった後に皆さんにボイスをお届けしようと思っていたらために、巻き込まれてない、事故、完全に事故。気持ちはあったと、はい、気持ちはありました、はい、ただ自信がなかったっていうことです。あ、なるほど。で、それで1ヶ月放置しまったわけですね、はい、ちょっと修行が足りておらず大変申し訳ございません。こちらはちょっと ね真摯に受け止めて反省していただきたいと思います。反省してください、はい、はい。ということで、こんなジャーナドルですが
皆様よろしければチャンネル登録といいねコメントよろしくお願いします。では大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。今回は皆様に謝らなければならないことがあります。私たちは重要な重大なミスを犯してしまいました。本日は皆様に謝罪したいことがあります。私たちは重大なミスを犯してしまいました。もう一回お願いします。私たちは今回この動画で皆様に謝らなければならないことがあります。重要なミスを犯してしまいました。重大な重大な、もう言えない。